一人親です。高校生の息子は自閉症スペクトラムと言われたことがあり、精神年齢が低いです。学校休みがちで勉強についていけなかったり、いろいろあったりして子育ての限界を感じます。今日は包丁で刺したい衝動に襲われそうになりました。何かアドバイスをいただけますか？あなたが悪い。 いや、息子さんが自閉症スペクトラムで大変なのはわかるんですよ。でも別に休みがちで勉強についていけないは、自閉症じゃない子でも起こります。もう五体満足、何も問題ないっす、ピンピンしてますっていう人で、高校の勉強ついていけませんっていう人死ぬほどいます。なんかヤンキーとかになってたりすると思うんですけど、なので、子育ての限界を感じますみたいなのを感じる必要はないです。むしろ、自閉症でありながらそこまで乗ってけたっていうのは結構すごいと思うんですよ。いや、五体満足、何の問題もないです。でも高校の勉強ついていけませんっていう人もいるんですよ。っていう状態で、結構頑張ってるにもかかわらず、子供を包丁で刺したいってなってる時点で、もうメンタル病んでると思うんですよね。なので、別に学校の勉強なんかついていけなくたって何の問題もなく暮らせるよねっていうところと、あと、じゃあ、今までちゃんと健康に育ってよかったねっていう話なので、普通に暮らせばいいんじゃねえかなって思うんですよね。で、だけで、お疲れ様でした。